別は、二芯目、カタクチイワシカに分類される魚の一種。東アジアの寄水域に生息する魚で、食用になる。生魚は、全長30センチメートルから40センチメートルほど。体は、植物の葉のように前後に細長く、左右から押しつぶされたように平たい。体側は、銀白色の円鱗に覆われ、全体的には、ナイフの葉のような外見である。 目は頭の前方にあり、口は目の後ろまで大きく裂ける。胸びれ髪型の難状が糸状に細長く伸びる。尻びれは前後に細長く、体の後半ほとんどに及ぶ。尾びれは小さな三角形で、ほぼ尻びれと連続している。顔つきや、鱗などは同じトガの片口イワシに似るが、上気の優雅に長く伸びるひれの形状もあって、 外見はかなり印象が異なって見える。北海、航海、東、シナ海の沿岸域に分布する。日本での分布域は、筑後川、川口域を中心とした、有明海北部にほぼ限られる。中国と朝鮮半島の個体群は、アシュ、CN エクティーンズ、ユアンイクイン、1985。日本の個体群は、元アシュ、CN ネススとされており、ムツゴロウや、 ワラスボなどと同じ大陸系依存種と考えられている。普段は、寄水域とその周辺の海に生息し、澄んだ透明度の高い水域よりも、大河から流入したシルトや粘土が激しい、潮汐によって見落して濁って見える水域を好む。プランクトン植生で、主に動物プランクトンをエラでろ過して捕食する。産卵期は、初夏で、産卵を控えた制御は川を遡り、夕方に、 直径1ミリメートルほどの浮き性卵を産卵する。中国の長江では、川口から1000キロメートルのところで制御が見つかった例もある。ただし、日本での越の繁殖地はもともと大陸的な大河に依存していることもあってほぼ、筑後川に限られ、他の河川で産卵することは少ない。卵は川を流れ降りながら1日以内に孵化するが、塩分が濃いところまで流されると死んでしまう。 地魚は秋まで塩分の薄い木水域に留まって成長し、冬には海水域の深場に移る。寿命は2年から4年ほどで、産卵した新魚はほとんど死んでしまう。エッツの日本での分布は狭く、絶滅危惧通類に指定されているが、筑後川では筑後大関の建設で、エッツの繁殖や成長に適した水域が半減した上、食材として重宝されるために乱獲もされている。 越の漁獲量は1980年代から減少していて、沿岸漁協による放流なども行われているが、改善はあまり進んでいない。越の刺身、中国では、同族の魚を褒美魚と総称し、加藤、河南の沿岸地域では、食品として利用することが一般的である。また、漢方医学の材料として使われる場合もある。上海市やチャンス省では、 長江周辺で取れる、主にシーミスタスが出回っているが、小持ちのものが珍重されるので、産卵期が旬である。石膏省雲州市では、王光で取れるものを利用することが多い。関東省では、玉江水系のシーグレイがよく利用されており、唐揚げにして味付けしたものが、特産の缶詰となって売られている。蒸し魚、唐揚げが一般的であるが、スープなどにも利用される。 日本では、筑後川流域で多く漁獲され、代表的な郷土料理の食材ともなっているが、他地域ではあまり利用されない。筑後川では、毎年5月中旬から7月中旬にかけて、福岡県久留米市城島町付近まで越が遡上し、周辺市町ではこれを狙った、越漁が5月1日から7月20日まで、解禁される。また、 福岡県大川市では漁期に合わせて、えつく要塞が行われる。なお、この時期に合わせ、漁業共同組合の要請を受ける形で、国土交通省九州地方整備局は、えつの訴状を助けるため管理する松原ダム、下請ダムから河川維持放流を行っている。流し刺し網や地引き網などで漁獲される。刺身やえつ寿司、天ぷら、唐揚げ、生酢、塩焼き、 煮付けなど様々な料理で食べられる。小骨が多いのでハモと同様に骨切りを施す必要があり、また痛みも早いので手早い調理をしなければならない。そのため、産地では筑後川に浮かべた漁船の上で観光客などに取り立てのエツをすぐに調理して供することも行われる。昔、一人の僧侶が筑後川を渡る際、渡し船の船頭に払うお金がなかったので、 近くに生えていたヨシの葉を取り、それを川に浮かべたところ、たちまち魚に変わった。この僧侶は、後の武法大師であった。という伝承が、福岡県、佐賀県の地区後川下流域に伝わる。ありがとうございます。